どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。つい先日 iOS 18がリリースされました。1年ぶりのメジャーアップデートということで、今回は iPhone ユーザー待望の新機能が、ね、盛りだくさんです。そんな iPhone をより使いやすく便利にする新機能の中から18個新機能を、ね、まとめて紹介していきます。では行ってみましょう。まずホーム画面アプリを自由に並び替えすることができるようになりました。これはね、 iPhone ユーザーが待ち望んでいた機能じゃないでしょうか。アプリを長押ししてこのままこういう風にドラッグドロップして好きなところにドロップすることができます。こんな感じで今までは左寄せで必ず並んでいたものがこういう風にね、下とか隙間を開けた状態で好きなところに並べていくことができるようになりました。もちろんこういったウィジェットも移動させることができます。好きなところに並び替えられます。ちなみにこういったフォルダの中、これは並び替えすることはできません。全部左寄せになってしまいます。まずはこういったアプリアイコンの自由な並び替えができるようになりました。続いてアプリアイコンのカスタマイズもできるようになりました。ホーム画面を長押しして画面左上の編集ボタンを押します。この中のカスタマイズを選択します。そうするとここに小さい大きいというねアイコンがありますので、これを台に切り替えると、まずアプリアイコンがこんな感じで大きくなります。大きくなると同時にアプリ名が消えます。なのでよりシンプルな見せ方をする場合はこういった設定もできます。でその下の4つのアイコンからはアプリアイコンのスタイルを変えることができます。ライトは今まで通りこういった見え方になりまして、ダークを押すとアイコンが黒くなります。ただご覧のようにこの乗り換え案内とかそうなんですけど、アプリによっては黒く切り替わらないものもあるので、ここは今後採用されていくのかもしれないです。でこれ自動にすると日中と夜でライト、ダークを自動で切り替えてくれます。一番右の色合い調整、これが今回一番使いたくなるアプリアイコンカスタマイズ機能かなと思います。これを押すことでこんな感じでカラースライダーが出てきます。上が色相で下がサイドを調整できます。色相スライダーを動かすとこういう風に色を変えることができて、で下のスライダーを右に移動させていくと徐々にグレーになっていきます。一番右まで持っていくと完全にグレースケールになります。で戻す時も簡単で、また編集からカスタマイズを開いてライトを押せば元通りになります。続いてウィジェットサイズの変更、ウィジェットアイコンのサイズ変更が簡単にできるようになりました。分かりやすいようにバッテリーのウィジェットを追加しました。でこれを編集していきますが、まずホーム画面を長押し、バッテリーのウィジェットのこの右下のところですね、ここにこう太線の角のところだけに太線がついてますけど、これを引っ張ることでこういう風にサイズを変えることができます。このようにサイズ展開がされているアプリであれば使うことができるのでね、これも便利ですね。続いてアプリごとにロックがかけられるようになりました。ロックのかけ方はアプリアイコンを長押ししてこのフェイス ID を必要にする、これをタップします。でフェイス ID を必要にするを選択します。こうすることでアプリを開くときにフェイス ID を使わないと開けなくなります。でこのロックを解除したいときにはもう一度アプリアイコンを長押ししてフェイス ID を必要にしないを選択します。でこの時当然フェイス ID 認証がされまして、認証が通りますとフェイス ID によるロックを解除できます。でアプリによってはこのようにフェイス ID を必要にするを選んだ後にフェイス ID を必要にすると、その下に非表示にしてフェイス ID を必要にすると、この2つの項目が出てきます。でこの非表示にしてフェイス ID を必要にするにしますと、このようにチャット GPT を非表示にしますかという選択が出てきて、アプリを非表示にするとご覧のようにホーム画面からチャット GPT のアプリ今消えました。アプリ自体がホーム画面で非表示になっています。非表示になったアプリはホーム画面の一番右側のアプリライブラリーからアクセスできます。アプリライブラリーの一番下に非表示というグループがあるので、こうタップします。でフェイス ID の認証が通るとホーム画面で非表示にしたアプリが見つかります。でここでフェイス ID を必要にしないを選べばホーム画面にアプリを再表示させることができるようになります。ただこの時点ではまだホーム画面に追加されていないので、アプリライブラリーからチャット GPT を選択してこれを長押ししながらホーム画面に持ってくる、こういう風にすることでホーム画面に戻すことができます。続いてロック画面の操作ですけども、ロック画面下のライトとカメラのアイコン、これらを削除することができるようになりました。ロック画面を長押ししてカスタマイズをタップでロック画面を選択します。でそうするとライトとカメラのアイコンにマイナスボタンがつくので、これを押してアプリを削除します。でアイコンがなくなるとプラスボタンが表示されていますので、ここから好きなアプリを追加することができます。一旦今回はフラッシュライトと
カメラもう一度戻しますが、こんな感じでアプリを追加することができます。続いてそんなフラッシュライトの機能を紹介します。コントロールセンターから開きますが、ここでライトを選択。そうするとこのようにダイナミックアイランドにライトが表示されます。でこれを開くと今までよりリッチなライトの画面になっていて、これを縦に動かすとライトの強さ、横に動かすとライトの範囲を変えることができます。やってみるとライトの強さ、ライトの範囲、こんな感じで変えることができます。でライトボタンを押すと消灯することができます。で続いてコントロールセンターのカスタマイズを紹介します。ホーム画面右上からコントロールセンターを引き出して、左上のプラスボタンを押すか余白を長押しするとコントロールセンターの編集モードに入れます。ここからコントロールをこういう風に並び替えすることもできますし、このようにサイズが変更できるものはサイズの変更をすることもできます。もちろんコントロールの削除とかコントロールの追加からコントロールの追加もできます。でコントロールセンターはここに3つアイコンが並んでますね。これ今までなかったんですけども、ハートが今見ているコントロールセンターの画面、その下の音符、これは今再生している動画であったり音楽の画面、プレイヤー画面ですね。ちなみにこのプレイヤーも長押しするとサイズを変えることができます。でその下、ここはネットワーク画面ですね。でこれらをこういう風にフリックすることで切り替えることができます。でコントロールセンターの編集モードに入ると、ここに丸が追加されるので、この丸をタップするとここのフリックで切り替えられる画面に別のコントロールを追加することもできます。こんな感じですね。でコントロールセンターには電源オフボタンも追加されました。この電源マーク、これを長押しすることでいわゆるこう電源オフ画面が表示されます。でキャンセルを押せば戻ります。でコントロールセンターを閉じるときは今までと同じで、一番下のこのあたりですね、このあたりを持ちながら上にフリックすると戻すことができます。はい、こういった感じでコントロールセンターもかなり自由度が高まりましたね。で続いて設定アプリに追加された新しい機能をいくつか見ていきましょう。まずバッテリーの上限設定の変更です。設定アプリを開きまして、上の方のバッテリーを選択します。でここから充電を開きます。そうすると充電上限を 80% から 100% まで 5% 刻みで設定できるようになりました。 100% にした場合は明日まで許可するか、上限を 100% に常に設定するかというところを選ぶことができます。常にフル充電するとバッテリー劣化がしやすいとか言われますが、 80% だと心もとないという時に 95% とか、まあ、85% とか、こういう風にね中間値を選ぶことができるようになったということですね。あと AirPods のコントロールも新しい機能が追加されました。 AirPods を耳に装着しまして、設定アプリから AirPods を選択します。そうすると下の方に頭のジェスチャーというのがありますので、これを選択します。で頭のジェスチャーをオンにします。そうすると電話がかかってきた時に着信の承認とか拒否とかっていうのを頭のジェスチャーですることができます。頭のジェスチャーを試すを押しますと、今僕は頭を上下に動かしましたが、こういう感じで承認されますね。で頭を左右に動かします。そうするとこういう風に拒否がちゃんと機能していることが分かります。こういった機能も追加されました。あと面白いのが視線コントロールというアクセシビリティが追加されました。設定アプリからアクセシビリティを開いて、下の方に行くと中間ぐらいに視線トラッキングというのがあるので、これを開きます。で視線トラッキングをオンにします。そうするとこういう画面になるので、この表示されている点を視線で追います。首を動かすんじゃなくて目だけでこの点を追うんですね。でこうすると、今ご覧のようにカーソルが移動してますけど、これ指じゃなくて僕が見ているところにカーソルがあってるんですね。こんな感じで指とか声とかを使わずに目だけで選択したいメニューとかっていうのを選ぶことができるようになります。オフにしたいときはこの指で普通にオフにしてもいいですし、視線トラッキングでこの視線トラッキングにカーソルを合わせてしばらく見つめるとオフにしたりすることもできます。こんな感じで視線だけでメニューを選ぶことができるようになりますが、まあ今時点ではねあんまりスムーズではないので、現時点では僕はそんな使うことはないかなというのが正直なところです。でもねこれがさらにアップデートされてスムーズに思いのままにコントロールできるようになったら、サイコキネシスのような能力が使える日になるのもね近いですよね。
純正アプリの機能アップデートもいろいろあったのでこちらも紹介していきます。まずサファリの不快な広告を消すという機能ですね。サファリでこうサイトを見ているとこんな感じで広告が表示されますが、これがね、まあ不快というか、まあ自分が求めていない広告だなとか思った時にアドレスバーを開きます。そうすると左側にこういうリストボタンみたいなやつがありますので、これを選択します。そうすると気をそらす広告を非表示というメニューが出てきますので、これをタップします。でその後この広告を選択します。そうすると非表示というボタンが出てくるのでこれをタップします。そうするとこんな感じで広告がチリとなって消えていきます。こんな感じでこれもいらないなとか思ったらこれも消すとかね、こんな感じでサクサク消していけるんですけども、ただちょっとまだ不完全なところもあるみたいで、例えばこちら msn.com ですね、 MSN のニュースサイトですけども、こことか開いて同じことをやろうとするとこんな感じで広告以外も全部選択の範囲に入ってしまって、これ非表示すると全画面がチリとなって消えました。これ MSN さんと結構揉めそうな感じですよね。でもちろんキャンセルすれば戻ってきますし、もしこれで完了すると完了になっちゃうんですけど、この左上に青い目玉マークがあるのでこれを選択して非表示の項目を表示というのを押すと非表示にした広告だったりこういうねページが戻ってきます。まあ、元通りにはできますので適宜ね利用してみてください。続いて計算機アプリのアップデートについて紹介します。計算機は今回大幅にアップデートされました。まず計算してみますけど、例えば 5×5×5とか入れるとこのように式が表示されるようになりました。今まではここね 5×5×5 ってやったら答えだけがすぐに出てきていたんですけど、このように式がまず表示されます。でこれでイコールを押せばこのように答えが表示されて、上にはね今入力した式も併記されます。でもし計算の途中で数字を入れ間違えたとか言ったら、一つずつこういう風に消していくこともできますので、計算の入力修正が、ね、しやすくなりました。さらにこの左上のリストアイコン、これをタップすると今入力した計算の、ね、履歴が出てきますので、ここからね少し遡って計算することができるようにもなりました。あと計算機の中に計算機アイコンがあるんですけど、これを開くと基本科学計算、計算メモという選択ができるようになってます。で基本は今までの通常の計算機で、科学計算は今まで横画面にしないと出てこなかった関数電卓が出てきます。で計算メモは、まあ、メモアプリとも連携しているんですが、文字入力による計算ができます。でメモアプリに連携しているので、同じくねここの右下のメモアプリの追加ボタン、これを押します。でここに例えば 1+1 と入力して確定を押すだけでイコール2とね自動的に計算してくれます。で確定を押したら確定で、もう一度確定を押すと開用といった感じになります。でここにあるペンマーク、これを押して 2+2 イコールとか入力すると、こういうふうに手書きで計算することもできます。答えも手書きで表示されます。でここで入力した計算メモはこのメモアプリの計算メモのところにこのように登録されています。続いてこのメモアプリのアップデートですが、メモアプリもかなり使いやすくなりました。まず文字の色を変えることができるようになりました。これねやっとできるようになったという感じなんですけど、文字を選択してこのあというのを押します。そうするとここにペンマークと色がついたアイコンがありますが、この色を選択してピンクとかにするとこんな感じに文字をピンク色に変更することができます。もちろんここから別の色を選べば即時色を変えることができます。あと折りたたみ機能というのも追加されていて、こんな感じでこのメモにはタイトルと見出しと込み出しと本文とチェック項目 1,2,3 みたいに記入したんですけども、これの見出しのところを選択すると左側に矢印出ましたよね。この矢印をタップするとこの見出しにぶら下がっている文字を折りたたむことができます。今は見出しの下を折りたたみましたが、これ込み出しにも適用されるので、この込み出しの左側の矢印をタップすればその下にある文章を折りたたむことができます。こういった折りたたみ機能も追加されました。続いてカレンダーアプリ、カレンダーアプリも見やすくなりました。予定がある日は今までは黒い点だけだったんですが、このようにカラフルなドットとかバーになりました。これ予定の件数によって長さが変わります。さらにこれだけだとねどんな予定が入ってるか分かりにくいんですけど、これをピンチアウトするとこのようにちょっと今モザイクかけさせてもらってますけども、予定の詳細を拡大表示することができるようになりました。さらに広くすれば時間まで表示することができるようになります。
こんな感じでカレンダーの表示もより見やすくなりました。あとカレンダーにリマインダーを設定することができるようになりました。例えば仕事が終わる時間くらいに仕事帰りに買っていくものをリマインドするとか、そういったものをカレンダーに追加できます。で続いてカメラアプリのアップデートですね。カメラアプリも使いやすくなりました。例えばこのようにビデオ撮影をするとき、録画開始すると左下に一時停止アイコンが表示されます。これを押すと録画を一時停止してくれます。で画角を変えたりしてもう一度一時停止ボタンを解除すれば録画をそこから再開してくれて、というふうに録画をしながら一時停止再開っていうのをこの左下のアイコンをタップすることで編集することができるようになりました。最後に真ん中の録画停止ボタンを押せば一時停止した間は録画されず、それ以外の部分がつながった一つの動画として保存されます。あと動画を撮影するとき、今までは音楽を聴いているときに動画撮影すると音楽が一時停止されてしまいましたが、音楽を再生したまま録画することができるようになりました。あとカメラのセルフタイマーですけど、ここも地味にアップデートされていて、今まで3秒と10秒しかなかったんですが、中間の5秒、これが追加されました。このカメラアプリはね、こういった細かなアップデートもされています。続いて写真アプリですね。写真アプリは表示方法が変更されました。写真アプリを開くと上のこう3分の2ぐらいは今までのような写真一覧、下にはこう最近または過去の日々というね、時系列のリストなどが並びます。でこの画面で下の方にこうスクロールさせると iOS17 以前のような写真一覧だけ見ることができます。でこの左下に上下の矢印がありますけど、これを押すと表示オプションというメニューがあって、これを開いてこのスクリーンショットというのをタップすると、ちょっと今分かりにくいですけど、写真一覧からスクリーンショットの画像だけを非表示にすることができます。これね、結構使いたいシーン多そうですよね。写真アプリはこういったアップデートがされました。あと新たに追加された純正アプリがあります。こちらのパスワードというアプリですね。こちら今まで設定アプリの中で管理されていたパスワード管理機能がこのアプリに集約されました。ブラウザとか Wi-Fi とかセキュリティとかのパスワードをこのアプリで一括管理できるようになりました。こういったね、新しいアプリの追加もありましたね。であとゲームアプリに低遅延ゲームモードというのが搭載されました。これはゲームアプリを開けば自動的に適用されるモードで、 Bluetooth の遅延が今まで以上に抑えられるようになるので、 Bluetooth コントローラーや AirPods を接続してゲームをしても遅延なく遊べるようになるそうです。僕はね、あまり iPhone でゲームをやらないのでこのあたりの効果は実感できないんですけども、ゲームをよくやる方はね、ぜひ試してみてください。はい、そういったわけで今日はリリースされたばかりの iOS 18の新機能を18個紹介しました。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではこういった Apple 製品に関する動画もいろいろ紹介してますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。